皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2023年7月の11日火曜日でございます。気温は29度といったところでございましょうか。そしてあれ、昨日同じサムネイルじゃなかったって思われました。そういう風に、実はおはぎさんからはどれか一つだけをサムネイルに使ってねと言われたのですが、今回もいくつかいただいたサムネイルのうちからその一つを使わせていただきました。勝手に何回も使って申し訳がございません。でも昨日とは違うんですよ、今回のサムネイル。はい、そうなんです。もしも昨日のサムネイルをご覧になっていて、今日のサムネイルとの違いを昨日を確認せずに、はい、お分かりになられましたならば、すごいなと言わせていただきますよ。そうなんです、そうなんです。どこが違うのかはどうなんですかね、ここで言っちゃった方がいいんですか、それともご自身で気づかれる方が楽しさ増します、どうなんでしょうかね。じゃあ皆様ご自身でお気づきになられる方を、はい、僕は願いたいと思います。ですからそうなんです、見比べてみてくださいませ。昨日とは間違いなく違いますから。そしてですね、おはぎさん、あ、そうでした、そうでした、改めてはい、書いてくださったおはぎさんにお礼を言いたいと思います。おはぎさん、かわいいサムネイルありがとうございます。そしてですよ、実はおはぎさんに、はい、YouTube にコメントをいただけましたので、そのコメントを読ませていただきたいと思います。じゃん、ペンネーム佐藤すずさんよりいただきました。佐藤すずさん、 YouTube へのコメントありがとうございます。いただいてますよ、おはぎさんへのイラストへの、はい、そうしたコメントをいただいておりますよ。じゃあ拝読させていただきます。じゃん、かわいいサムネですね。リス君がクマさんを強引に優しく閉じエスコートしてる感じがいいですね、とのことをいただいておりまして、さらに続きもあるのですが、実は本日のお一言にちょっと関係している、そうした内容になっちゃいまして、お読みすることは控えさせていただきますが、ぜひとも YouTube のコメント欄をご覧いただけますと幸いです。僕はものすごい嬉しいんですよ。なんて言うんでしょうね、僕のことを言ってくださるよりも、むしろこうしていただいた作品のことを良い評価してくださる、こうしたコメントをいただけますことがとってもとっても嬉しいのですよ。はい、不思議です。なんか本当に心が熱くなりますよね。温かくほっこりとなります。ですから佐藤すずさん、コメントありがとうございます。僕はおはぎさんに代わってお礼を言わせていただきますとともに、とってもとっても僕自身も嬉しいのでございました。ありがとうございます、佐藤すずさん、とのことでして、佐藤すずさんよりの、はい、お便りでございました。ぜひとも本日のこのサムネイルも大画面でご覧になりたい方は、おはぎさんがツイッターで書いていらしていらっしゃいますからね、ツイッターをチェックいただけますと幸いです。そしてまだまだお便り、はい、引き続きもらってますよ。じゃあそのお便り
読ませていただきたいと思います。じゃん、ペンネーム、あんこさんよりいただきました。あんこさん、お便り送ってくださりありがとうね。めちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しいですかな。ありがとうございます。はい、お便りコーナーこちらお使いくださりまして、お便りをいただけました次第でございます。そしてその内容、はい、拝読させていただきたいと思います。じゃん、リスちゃん、ペンネームあんこでした。実名はあんです。今回のコメントは大失敗でした。はあ、読み間違えましたよ。ちょっといいですか、もういろいろコメントしちゃった後ですから、もう一回読ませていただいてもよろしいです？すみません。はい、もう一回いきます。もう一回、じゃん、はい、リスちゃん、ペンネームあんこでした。実名はあんです。前回のコメントは大失敗でした。メダカの稚魚を張り子、そしてメダカを飼うための鉢を水蓮鉢、読めないし知らないですね。私も飼うようになって知った次第です。すみませんでした。増えすぎて水蓮鉢が3鉢になり、ご指摘のようになかなか大変になっています。生き物を飼うのを甘く見ていたと感じています。来春はどうなるのか、助けてって感じです。そしてリスちゃん、チャーミングなリアクションまたお願いしますとのことでして、途中読み間違えちゃってすみませんでした。たもうリアクションを可愛くっていうことで、なんとかその辺でなんとか手を打っていただけないかなっていうように思います。そうでございます、そうでございます。もう今のでも大丈夫ですか。今のでももうさあさあさあ、あー、もういろいろなこと間違えちゃいましたよ。もういろいろなこと。そしてそうなんです、そうなんです、あの他にも YouTube のコメント欄でも、はい、いただいておりました。ハリコ、水蓮鉢、これらのお言葉お教えくださりまして、皆様ありがとうございます。さらには昨日の大失敗をセーフと言ってくださってありがとうございます。さらには本当に昨日のグダグダ感をお許しくださりまして、誠にありがとうございます。いろいろなことに感謝感謝でございますよ。そして改めて、はい、いただきましたお便りをもう一度目を通させていただきたいと思います。じゃん、はい、そうなんです、お名前あんこさんなのでございますね。そしてあんさんっていう場合もございますのに、じゃあ僕はその書かれていらっしゃるそのペンネームをそのまま、はい、読ませていただきたいと思います。そうしたいと思います。お好きな形でのペンネームお待ちしておりますね。ですので今回はあんこさんということで読ませていただきました。あんこさん、お便りありがとうございます。そしてですよ、はい、その前回のコメントについてですが、これはですね、
僕がやっぱり大失敗なのでございます。あんこさんはお気になさらずよろしくお願い申し上げます。何せそもそも読めないのでしたならば、僕は振り仮名を振ること、これをなぜ怠ったのかが大間違いなのでございますよ、本当に。ですからもう僕やスタッフさんの失敗なのでございます。読めないなってそういえば思っていたのに、なぜ振り仮名を振らなかったのか、本当にこれが僕は本当にもうとんでもない大失態ですよ、そうは思います。そして張り子ってそういう風に言うんですね、メダカの稚魚さんのことを。それがわざわざ稚魚って言わずに張り子っていう風に言うのか、そこら辺が謎だなっては思いました。はい、不思議ですよね。もう日本のお言葉っていうのがもういろんな表現があって、僕はもう多分僕が息絶える直前までもうそのお言葉のいろいろさにもう学びきれないと思います、僕は。ですからエブリデイこうして一言を取り上げさせていただきましても、絶対に、はい、もう僕が息絶えるまで勉強しきれませんからとは思いました。でもだからこそこの放送は終わらずに続けられるのでございますかね。日本語さん、ありがとうございます。いっぱい会ってくださいまして、そしてそうなんです、やっぱり僕がちょっと心配になってしまわれたその状況になっていらっしゃいますか。もう水蓮鉢が3鉢ですよ。もうミニ水族館じゃございませんか、完全に。はい、もうあれですよ、そこそこ小中学生とかそろそろ見学に来ちゃいますからね。そんな3鉢もありましたらそうなっちゃいますよ。ですからもうなんとかしてくださいと言わせてください。どうしたらなんとかなるんです。有識者の皆様、お便りコーナーにヘルプミーでございますから。はい、どうやったらその増えずに、そして共食いもせずに済むのか、そうしたこと、または亡くならずに済むのか、どなたか有識者の方いらっしゃいましたら、そのうまいその調整方法をお教えいただけますと幸いです。本当によろしくお願いいたします。僕もとっても心配です。ですのででもどうなんですかね、増やさず減らさずそのまま維持するなんていう方法、そんな奇跡的な方法ございます？ちょっと難しいかなって僕も思ってます。ですので本当にもう有識者の皆様におすがりするほかございません。よろしくお願いございました。はい、なんか変な日本語使っちゃいましたけれども、そしてですよ。はい、もう本当に来春はどうなるのか助けてって感じということでして、やっぱりそういうことでございます。有識者の方のお便り、はい、ちょっと甘噛みしましたがお待ちしておりますとのことでして、あんこさんからいただきました、はい、メッセージでございました、お便りでございました。あんこさん、お便りくださいまして改めましてありがとうございます。とっても勉強になりましたとのことでして、本日も引きこもりすアワー行かせていただきましょうかね。もう何分経ちました？もう今からみたいに思っちゃいました。もうすみません。じゃあ行きますよ。
もうもう、じゃあトントントンって行かせていただきます。トントントンって、はい。僕の昨日の夕飯はもやしにソースかけかけでございます。はい、もやしでございますよ。もやしを一袋、はい、もうじっくりことことレンジでチンした次第でございます。それがこちら、こういうものでございます。はい、ちょっとアップにしすぎましたかね。画像がちょっとアモって言っちゃいましたよ。ちょっと粗くなっちゃったのでございました。はい、このその特製ソース、これをもやしにかけることによってどういう変化をもたらすかと言いますと、なんと完全にお好み焼きの味なんですよ。はい、シャキシャキっとしたお好み焼きを食べているような、そんな味わいになりました。そうなんです、そうなんです。とってもお好み焼きですよ。もうお好み焼きでしかないと、そう言わせていただきたいと思います。はい、もうめちゃくちゃ美味しいですよ。もうだってなんて言うんでしょうかね、みずみずしさと、そしてソースの甘辛さが程よく相まって、もう完全にそのお好み焼き、ジューシーお好み焼きになってますからね。ですから僕の中ではこのもやしのソースかけかけはおすすめでございます。ぜひともやってみてください。ポン酢で食べたのも美味しかったですけれども、ソースも全然ありでございます。ソースもありということでございまして、まだまだもやしのアレンジレシピやっていきたいと思います。はい、とのことでして、昨日のお夕飯でございました。とっても美味しくヘルシーに食べることができましたよ。僕は大満足といったところでございました。じゃあ行きますね。本日の、はい、お一言お便りに行かせていただきたいと思います。では行きます。じゃん、ペンネーム、サンティアさんよりいただきました。サンティアさん、お便りまたまたありがとうね。ちょっとトントントンって行かせていただきましてすみませんでしたら、本当にもうトントントンで、じゃあ、はい、そのいただきましたお一言、はい、読ませていただきたいと思います。じゃん、そうなんです、そうなんです。昨日をご覧になられた方は、本日は大チャンス、お一言でございますよ。とっても昨日のものに似ているものでございます。そしてまさしく七夕といったことでございまして、先ほどちょっとコメントをすべて読むことができないということが、今回のお一言に隠されております。そうなんです。ですから YouTube のコメント欄をご覧になられた方は、さらに今回のお一言は分かっちゃうお一言といったところでございますよ。どういったものかと言いますと、そうなんです、昨日は姫さんのことで語尾に僕がついたわけじゃございませんか。今回は星さん、はい、そうなんです、はい、なんたら星っていうお名前ですよね。そのなんたらに、そして語尾に僕
がついたお一言でございますとのことですから、そうなりますとなんたら星っていうことは、はい、そうでございます、そうでございます。もうもうその2文字しかありませんよね。むしろそれ以外なんとか何か他にくっつけられるようなことございます？はい、そうなんですよ。もうもう七夕でなんたら星って言ったらもうもう他にありませんよ。はい、ですからもうそれに、はい、語尾に僕の種族をつけてくださいませ。そうしましたらもう本日は大正解でございます。大正解と言ってもなんかすっごい心地よい風を送ってくれるエアコンみたいなことじゃございませんからね。そこら辺間違いないようよろしくお願いいたしますよ。とのことでして、本日のこのお言葉をいただきまして、僕が思ったのはやっぱりサムネイルにぴったんこなお一言だなって思った次第でございます。今回もサムネイルを使わせていただいた理由、それがお分かりになられましたよね。はい、もうもうとっても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 素敵なサムネイルにお一言だと思います。そして皆様からの素敵なメッセージだったと思います。もうもう僕は僕は日々日々皆様に感謝でございます。誠にありがとうございます、いつもいつも。じゃあじゃあ行きますよ、本日のサンピアさんからのお一言。ではでは行かせていただきます。サンピアさんよりの一言どうぞ。ヒコリス。